今日は1月中旬の土曜日。青空が広がっていてとってもいいお天気です。中旬というのは、その月の11日頃から20日頃までのことを言います。その前は上旬、その後は下旬と言います。さて、今日は福岡市の人気のスポットの一つ、天神に来ています。ここはもともと小学校だったところですが、小学生の数が減って廃校となり、今はとっても素敵なみんなの憩いの場に生まれ変わったところです。いろんなお店がありますが、お店以外にもホテルや会社などもあります。カフェもありますね。緑の芝生もきれいです。カフェの外にはテラス席もあり、今日みたいにお天気のいい日はとても気持ちよさそうですね。寝転がっている人もいますね。親子でしょうか。走り回ってとても楽しそうです。とても高いビルですね。時々イベントなどもやっていて、その時はもっとたくさんの人がいてとってもにぎやかです。細い道に出てきました。赤い自転車がたくさんありますね。これはチャリチャリというシェア自転車です。1分6円で借りられてとても便利です。ショベルカーが見えますね。工事をしているようです。少し道を歩いてみましょう。この辺りには食べ物屋さんがたくさんあります。銀だこハイボール酒場と書いてありますね。銀だこというのは日本で人気のたこ焼き屋さんの名前で、ハイボールというのはウイスキーを炭酸で割ったお酒。そして酒場というのはお酒が飲めるお店という意味です。飲み放題のお店や いろんなお店がありますね。並んでいるお店もありますね。牛カツ屋さんのようですね。カツというのは油で揚げた料理のことで、とんかつが有名です。とんかつは豚肉を揚げた料理ですが、牛カツの牛という漢字は牛とも読みます。牛のお肉、牛肉を揚げた料理が牛カツです。
美味しそうですね。こちらにも並んでいるお店がありました。赤のれんというお店ですね。博多ラーメンのお店です。ラーメンは日本で人気の食べ物ですが、福岡のラーメンは博多ラーメンといって、麺が細いのが特徴です。赤のれんはオープンして70年以上になる人気のお店の一つです。カラオケ屋さんが見えてきましたね。カラオケは日本で人気の娯楽です。この周辺にはカラオケ屋さんがたくさんありますね。ここもカラオケ屋さんですね。また並んでいるお店がありましたね。一蘭というラーメン屋さんです。ニューヨークや香港、台湾などにもお店がある人気のラーメン屋さんの一つです。お土産販売所とも書いてありましたから、お土産としても持ち帰ることもできそうですね。横断歩道を渡ります。ここは駐車場ですね。この漢字、空とも読みますが、秋とも読み、空いているという意味もあります。駐車場が空いているという意味です。空車とも言います。駐車場が空いていないときは満車と言い、満という字に変わります。車を止める場所が2台しかない小さな駐車場です。免税店もありますね。ボーリングのピンがありますね。ここはボーリング屋さんのようです。歩道には街灯もありますね。夜になると電気がついて、夜も安心して歩けます。買取、七、大黒屋という看板が出てきましたね。七というのはもともとは物を預けてお金を貸してくれるところだったのですが、最近は使わないもの、特にブランドのバッグや時計などの高級品を買い取って
きれいにメンテナンスして販売するお店になりました。チケットも売っているようですね。ここは歩道が広くて歩きやすいですね。バイクが通っていきましたね。ここは岩田屋というデパートです。今日は人通りが少なくて静かですね。ポストがありました。ここから手紙やはがきが送れますね。タクシーが2台止まっていますね。駐車場の看板がありますね。福岡中央駐車場と書かれています。右に曲がると駐車場がありますという看板ですね。下には警察と書かれていますね。道に迷ったりした時に安心ですね。この黄色いタイルは点字ブロックと言います。目の不自由な人が杖で歩くときに利用するものです。雲一つない青空です。信号が変わったので横断歩道を渡ります。さっきよりは少し人が増えましたね。この辺りにはショッピングビルがたくさんあります。宝石店に洋服屋さん、いろいろあります。ここで右に曲がってみましょう。車両通行禁止と書かれていますね。自転車は通ってはいけませんということですね。ここにもポストがありました。また並んでいる人がたくさんいますね。今度は何でしょう。
キリンという会社の午後の紅茶という商品を温めて無料で配っているイベントのようです。ここではよくいろんなイベントをしています。せっかくなので並んでもらいました。寒い日に暖かくて甘いミルクティーはとっても美味しかったです。近くには観光案内所もあります。通訳機もあって英語、韓国語、中国語での案内もしているようですよ。もし福岡に来てわからないことがあれば利用してみてくださいね。それでは今日のトリップはここまで。チャンネル登録をしていてね。またね。